ココリコチャンネル。本日は私のためにこのようにたくさんの方にお集まりいただき誠にありがとうございます。これ以上はもう隠せないと思い、このような場を開かせていただきました。私田中直樹は今ラクダに呪われております。そのご報告をさせて、いただければと思っております。本日はよろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。 だいぶねちょっと見た目も変わられた感じはするんですけども、もう少し詳しく説明していただいてよろしいでしょうか。はい、1ヶ月ほど前アラブの方に、ロケに行っていました。そのロケというのが、ラクダと共に生活する家族に密着という番組だったんですけども、はい、そこでラクダに呪われてしまいました。呪われた。もう少し具体的に説明していただいてよろしいですか。はい、その家にはラクダの形をしたガラスの置物があったんですね。はい、で私はなんかそのラクダの置物、これは何ですかみたいなことを言いながらリポートしていたんですが、どうやらその家では先祖代々神様のように祀っていた置物だったらしくて、はい、私はそのリポートしながら手元が滑ってしまい、そのガラスのラクダの置物を粉々に割ってしまったんですね。はい、でもちろんわざとじゃなかったんですし、すいませんごめんなさいと家の方に謝ったんですが、いいよいいよ、平気だよ、でも呪われるよ、呪われるよ、笑いながら言っていたので、はい、冗談だなと思ってたんですけど、ずっと間違いないよ、アルギーはないとかあるとか関係ないよ、絶対呪われるよ、追いかけてくるよ。ああ、なるほどね。 いろいろそうやって言われて、無理だよ、無理。すいません田中さん、あなたアウトだよ。田中さん、はい、すみません。そういうことがあられて、はい、で異変を感じられたっていうのはいつぐらいからなんですか。はい、おかしいなと思ったのは成田に着いてからです。はい、みんなバスや電車タクシーなんかで帰るんですが、うん、私歩いて帰ったんですね。うん、成田から。ちなみにどちらまで。世田谷です。世田谷まで780歩いて。歩いて。全然しんどくなかった。むしろもっと歩きたいと思っちゃった。しんどくないんですか。もう飽きたと思って、もうこれだと思って。そうです。呪いってこういうことだって思って。他に異変はありますか。もう歩いてる途中からまぶたが重たいなって。なんか昼に着いたのに、あれもう夜だっけと思ったら、もうこれでした。ほこりっぽいとこ歩いたら勝手に鼻の穴は閉じるし、もう完全にやられてるなと思って。はい、食事とか田中さん
あ、すみません。食事はどういう感じで今取られてますか？サラダしか食べる気がしません。サラダ。昆布サラダ。昆布。サラダ。昆布とかも食べます。昆布とかも。昆布。昆布ですか？昆布です。昆布でよろしいですか？昆布締めとか。ああ、そうですね。昆布。ちなみにそのラクダっていうのはこう種類があるって聞いたんですけども、昆布は一つなんでしょうか、二つなんでしょうか。わかりません。まだ背中にその昆布らしきものが出てきてない。ああ、そうですか。ただその割れたラクダの置物は二昆布でした。なんか昆布サラダも通勤と頼むし、なんか二昆布かなと思ってます。なんか二箇所痒いから二箇所。ああ、もうなんか痒くなっていくんですか。二箇所痒いなって。痒くなってくるんですか。来るかなって思ってるから。ああ、なるほど。まあね、このままっていうわけにもいかないと思うんですけども、その呪いを解く方法みたいなのっていうのはあったりする。一つだけあるって聞きました。あるんですか。あるんですか。はい。世界のどこかに黄金に輝くラクダがいるらしくて、はい、そのラクダから全身に唾をかけてもらうとこの呪いは解けるって言われました。おお。でもほとんどのラクダを怒りの当たり方にっては黄金に見えるから、どれが黄金のラクダかわからなくて。そうなんすか。難しいよって見つけるの難しいよって、私たちでも無理だよって。それは誰がおっしゃったんですか。家の方です。あ、先ほどの壺を。そうです、そうです。見つけるの難しいよって。世界中にラクダは1000万トン以上いるよ。それはちょっと厳しいかもしれないです。日本に帰るまでの間にいろいろラクダを見つけては威嚇して唾をかけてもらったんですが、もうどれも違うみたいで臭くて、唾でなんか自分が見えないぐらいかけてもらったんです。ダメでしたか。あ、失礼しました。もう半数が止まらなくて。あ、そうっすか。すいません。でもね、このままでもあれで、今後のお仕事とかっていうのはどうされていく予定なんですかね。可能であれば、お仕事の方は続けていければと思っております。街ブラロケとか、すごい歩く自信あるし。いくらでも歩けます。なのでぜひお仕事やっていければと思ってますが、そこはコンビなので、はい、コンビ間で話し合っていければと思ってます。それで言うと相方の遠藤さんにはもうお伝えしたんでしょうか。それがまだ連絡取れてなくて。取れてない。はい、うん、なんですか。遠藤さんもそのロケに一緒に行っていたんですが、はい、遠藤さんは遠藤さんでトカゲの置物を壊してしまって、遠藤さん今トカゲに呪われています。トカゲに呪われてるんですか。連絡取ろうにもなんか爬虫類だからか、なんか寒いと体が動かないのか、家でずっと寝てるみたいで。あ、でもあったかくなったら どうなんですか。出てくるんですかね。活発に活動すると思います。あ、じゃあその時にまたちょっと連絡を取ってってことになりますよね。奥様とは連絡は取れてます、うん、まだ寒い日が続きますけども、うんうん、だったらもう暖房入れてくださいっつって、うん、室内の温度調整してくださいっつって、うん、だったら体動けよっつって、うん、電話で出てくれるから。いや、田中さん大丈夫ですか。すいません、ね、乱れてますけども、わかりました。遠藤さん、はいはいはい、オウムの置物もあってました。チャンネル登録よろしくお願いします。